ははい皆さんこんこにちはお疲れ様でですすの時事ニュースチャンネルです、えー、今日はですねちょっとあのライブドアニュースを見てたらですねこれですね、えー、被害者600人超え、ね、高級カーシェア会社が経営破綻、えー、自己破産を決めた人もいると、えー、何が問題だったのかっていうニュースですねでまああのこ,このニュースはですね、まあ、いつものそのカーシェアスカイカーシェアのね今までの流れみたいなのが結構こ詳しく載ってるんですけどそしてさらにですね さらに、このスカイカーシェアさんがですね、また5社、これスカイカーシェア、さらに5社が破産の見込みってことで、前ほら、前のニュースで広じゃやったじゃないですか、あの前はほら、カーシェアリングサービスス、カイカーシェアでしょで、上にかかるプラス4社、セリアスとかランドコアサービスとかね、アンカーとか、そこら辺が、あの、破産手続き開始したよっていうニュースだったんだけど、さらに5社、 また破産するんですよ。関連会社が。合計9社になるんですよ。やばくないですか、ね、株式会社ベネフィット。ねえー、パナステアとかね。アイジオートサービスとかね。ライズオートとかね。ラーズとかもうよくわかんないですよね。で、あ、あのー、なんだろう、もうこれみんななんか一緒みたいな、なんかもう、なんつうんだろうな。あの9体はね、9社は事実上一体だった、ね、一体だったようだということで、みんななんかマッチポンプだったんじゃないのみたいなね。まあ、そういう記事でございます。はい。 で、とりあえずですね、これニュースの全部読んでですね、まあその後にね、ちょっと広島の考えをね、少し述べさせていただければと思いますので、えー、よろしくお願いします。まあでも本当に完全にこれ、カボチャの馬車事件ね、一緒ですよね。ちょっとそれもね、後でね、少しあの,あの、ちょっと説明していきたいと思います。はい。で、多数の高級車をシェアするサービス、破綻したスカイカーシェアとはってね、まずはここからいきたいと思います。2020年11月20日、高,、えー、高級車カーシェアの投資トラブル問題が話題となっていた運営グループが東京地裁へ破産申請を申請しました。ね、いっぱいお金を集めて、え、以上、 がうまくいかなくなりましたということで破産する、うん、ね破産するということになったとえ度々ニュースなどで報道されてきた高級カシア投資トラブルですが今回の高級カシアとはどのようなサービス内容で一体何が問題だったのでしょうかね。 で、スカイカーシア問題は2020年10月8日に、え契約下によるえ事業停止を受けるメールが代表者から約600人の投資者のもとにもえ送られてきたことから始まります。600人ってすごくねだって高級車って1台なんか、なんかもう最低でも100万円じゃ無理だよね、投資ってね。あれ高級車だから。やっぱ400万円ぐらい、平均400万ぐらいの。 あのローンを組ませるわけじゃん。ね、で、400人 ×600 人だから、えー、計算すると大変な金額になりますよね。はい。億ですよ、億、うん。ちょっと広瀬計算苦手だからあれですけど、ねまあ、あの具体的な数字は出しませんけど、かなりのお金が集まってどっかに消えてしまったということですよね。うんえー、実際には8月から投資者のもとに入金が遅れることが連絡されており、えー、9月に2ヶ月、えー、2月分まとめて入金するという約束は果たされていませんでした。よくある話ですね。投資、ね、投資系のね、話だね。うん でスカイカーシェアは社名ではなく、サービスの名称で、正式にはカーシェアリングサービス、スカイカーシェアとなり、運営していた会社は、豊島区あ、豊島区、豊島区、池袋に本社組織を持つ株式会社、セリアス代表取締役、上野山昭弘か、上野山昭弘さんですかね。他に運営に関わっていたのが以下の3社です、ということですね。えー、と、ランドコアサービス。 えっと、これが投資者を獲得するための営業活動をする会社だと。ランドコアサービスね。で、アンカー。アンカーという会社が広告代理店ですと。ね、投資者への入金などを行う会社ということですね。どう全部、会社がどもうバッチリこう分かれてるんですね。で、コーディアル、ね。これがですね、車両の管理、洗車、タイヤ交換、オイル交換など簡単な整備をするところとね。で、記事では4社でまとめてスカイグループと表記してますということです。なるほどね。でスカイカーシェアのサービスが始まったのは2018年春頃。えー、当初はすでにサービスを展開 していた他の、えー、個人間カーシェアリングサービスに登録していたこともありましたへ、えーなるほどね で、レンタカーより安く高級車が借りられることをアピールしており、利用者は会員登録、ね、無料の会員登録をして専用のマッチングアプリを経由し、車とオーナー、ね、投資者が選んだ写真を見て予約をします。で、シェア車両として登録されているブランドには、メルセデス・ベンツや BMW が多くを占め、レクサスやトヨタなどもありました。なるほど。まあ、金額もね、そこそこ高いから、銀行からお金も借りやすいし、投資もしやすいっていうね、そこら辺なんでしょうね。で、あの、回収もしやすいよ、みたいなね。スカイカーシェアは投資者を募り、えー、高級車、ね、中古の高級車を購入させる。 この車をスカイグループが預かり、えー、個人間カーシェアとして運用するシステムです。もうこれもなんかやばいよね。まあ、簡単に言えば、ローンで車買ってくださいよと。ね、ローンで車買って、中古車買って、僕の会社から、ね、僕の会社って運営,運営会社って関連会社から、えー、中古車売ってる会社もあるから、そこから会社ね、あのそれからローンで借金をして車を買ってくださいよ。でそれを僕に預けてね、スカイカーシェアグループに預けてね、えー、そのあなたのその車でね、その,あの預かった車で僕はレンタル業しますから、それで儲かったお金をあなたにね、投資あの あのあのー、還元しますすってそういういことですよね、うん、だからまあオーナーという言葉で釣って名義をつかれて車をね買わされただけということですねで破産されたということですねしかも事故車とかね実際の車を見ないで買っちゃった人も多いみたいですからうん。 で、投資者が得られる金額は契約時期によって異なる場合がありますが、筆者、ね、加藤さんですかね、筆者が取材した投資者30名以上の契約内容は多ね以下の内容となっています。はい、どんな内容でしょうか。えー、っと、契約時に車両代金の1割、サービス開始当初は一律34万円あ。なるほどね。で、毎月1万円時期によってはシェア利,シェア利用された料金の5%ー。で、7年後、契約満了時に100万円、ね。過去2年契約のケースもありと。で、毎月のローン代金や保険料などは全てスカイグループから投資者の口座 入金され数日後にその代金がローン会社や保険会社に支払われるとなるほど美味しいですね。当事者の口座やクレジットカードから引き落としのため当事者には一切金銭の負担がないという条件でした。ああなるほどもう完全カボチャのバカあ間違えたカボチャの馬車事件と一緒ですね。保証しますよということですけど、まあ結構美味しいですね。契約時に車両代金一万くれるよ毎月一万円くれるような年後契約万両うち百万円だよって言ったけど、まあ契約あの会社の経営がねあのダメになってお釈迦ポンになってしまったということですね。<laughs> すみませんまたな,なんかねお釈迦ぽんって言いやすい。 本当にすいませんでした。はい、ごめんなさい。ちょっと他のユーチューバーのね、あれをパクってはいけませんね、はい。大変失礼,ししい失礼いたしましたで、えー。また投資者が他の投資者を紹介して契約に至ると一律10万円の紹、えー、害料が支払われるという。うわ、来た来たね、これ例外ありって書いてありますけどね、うん。短期間で大量の投資者が集まることになったのです。あー、なるほどね。もうよくある話だね。これね、ほんとにね。うん。 で実際約600名の投資者のほとんどが他に自動車ローンがなく、信用情報も綺麗な20代から30代の若者たちで、他の投資者は、えー、副業情報紹介会社などからの紹介で、スカイカーシェアの投資に参加していました。綺麗なんですね。なるほどね。まっさらなんですね。経、え、営、ー、破綻した現在の状況はどうなんでしょうか。ね、自己破産を決めた被害者もいる。データこれ自己破産までなっちゃった被害者がいると、えー、ついに出てきましたね、えー。スカイカーシェアが事業停止を発表して1ヶ月半が経過しました。約700台あるとされる車のうち、約300台は埼玉県内の中 車場に保管されていますなるほど、えー、また約200台が貸し出し中、えー、月単位利用で、ね、貸し出し中で借りた相手と連絡が取れなかったり連絡が取れても相手が返却に応じなかったりで、えー、各自でトラブルが発生して警察が出動する事態となっています残りは大阪のコインパーキングなどに駐車されていたり、えー、修理中で修理工場にあったりすで、えー、に当社のもとに返却された車両もありますもうカオスな状況になってますね はい、投資者の中には突然数百万円の負債を抱える立場となり中には自己破産を決めた投資者もいますね中には自己破産を決めた投資者もいるとこれからどんどん増えてくるでしょうねだって400万500万払えないじゃんなんか1000万近い投資とかした人もいるわけでしょこれってこれ1台だけじゃなくて何でもやりたいですっていう人もいるわけじゃんねなおプレミアジャックスオリコ BMW ファイナンスなどローン会社で契約した場合は車検証上の名義はローン会社になりますがきた、ね、銀行ローンでは所有権、えー、留保かな留保がされないため使用者も所有者も投資者の名義となり えー、その場合は車両の移動や売却も、えー、残債があっても投資者が行うことが可能です。はあしかし、えー、所有者名義はローン会社になってる場合は換算しない限り車の売却はできません。終了ということですね。うん。だから要はローンで買ってるから、まあ、そのローンがね要はお金を借りてまだ借金で車をね持ってるわけですよ。まだまだ払わなきゃいけないローンが残ってる。そのローンを払わないと車の売却できないんですよ。まあ言うてもなんか事故車っていうか中古車で。 なんか普通の相場うん十万のやつとかね、百万ぐらいのやつを数百万円で買わされちゃったわけですから、売ったとしてももう焼け石に水状態だと思いますけどね。だから、売ってもなんか数十万しかな,ない、二三十万にしかなんなかったとかいうトラブルも多いんで、まあ犯人側っていうか、まあその会社側そこら辺も踏まえてるとは思いますけどね。そういう価値のない自動車を、まあ、大金でローン組ませて買わせるっていうのも、そこら辺も、まあなんだろう、スキームの一つなんでしょうね。うん。で、この売却できるというのは、実際スカイカーシア側が用意した車、高級ブランド車であっても、えー、仮想公社、ね、 めちゃくちゃ走ってるね。もう何十万、何十万キロとか走ってるんじゃない十何万キロとかね。えー、事故車など価値が非常に低い。仕入れね、50万から200万前後ものばかりで、えー、それを400万円から1000万円程度でローン契約をさせてました。1000万もあんのやばいな、これな。 で、えー、ゆえに実際の買取査定額はほとんどが数十万円の価値にしかならず、えー、投資者の多くは数百万円の負債を抱える状況になっています。やっぱ。えー、2020年10月25日には、やっとスカイグループ4社の破産申し立てに向け、代理人となる弁護士は決定。えー、11月14日には、投資者に向けた緊急説明会も開催されました。なるほどね、えー。代理人となる弁護士は次のように説明しています、えー。S 社、スカイカシアグループ4社の破産手続きが開始されるまでは、車両の変更など、一時停止されます。えー、関完人の方針が決まったら、えー、株式会社、 コディアのの公公式サイト経由で今後の手順などを公開します、うん、えゆくゆくはコールセンターを設置するなどして当事者の皆様の対応に当たります。本当かなこれね、これゆくゆくはってのがいいよね、いつですかってね、ちゃんと言わなきゃだめですよね。ゆくゆくはコールセンターをーっつってそのままなし崩し的にえ作んなかったりするからね、コールセンター設置たった1週間だけとかね、うん、なんか期限付きとかね、もうそういうのが非常に多いんですよ告知されなかったね。まあ、よくありますので気をつけてくださいね。今後、今回のスカイカーシア問題がどのような進展を迎えるのか,、えー、るのかは定かではありませんが、多くのが、 被害者がいるこで、もう正直な話、本当にこれカ、カボチャの馬車事件に非常に、まあ、似てるっていうか、全く一緒だよねで。要はさ、カボチャの馬車ってみんな覚えてるあの変なクソ不良物件みたいなのをあの、あれはね、シェアハウスなんですよ。シェアハウス,をハウスのオーナーになりませんかっていう詐欺ですよね、うん。で、シェアハウスのオーナーになりませんかって言って、で、なりますって言って、オーナーを募集して、銀行からお金借りさせて、不良物件を。 買わせるんですよそのお金で、うんまあ、今回は事故者とかね訳の分かんないクソ者みたいなのを買わせたんだけどあの要はシェアハウスのオーナーになって毎月賃料収入を保証しますよって契約するんですよね、うん、で実際は不良物件を割高に販売するんですよでそれで利益を得てその利益をどっかに隠しちゃうんですねあの会社側ね、うん、で、えー、っと賃貸保証はそのうち破綻していくわけですよ、うん で、今回のカーシェアは、高級車のオーナーになりませんかと。で、高級車のオーナーになって、毎月リース収入を保証しますよって契約するわけじゃないですか。うん、保証します。ね、で、実際は不良車両を割高に販売するわけでしょ。で、その利益を得て、その利益をどっかに隠すわけですよ。うん。で、リース保証はそのうち破綻するわけですよ。うん。なんか、一緒ですよね。うん。ま、今回完全一緒。だから、物がちょっとね、小さくなった。なんか手が出しやすくなったよね。 そのシェアハウスっていうその家がもう気な,く,らきなく,さくなって銀行側とかそういう金貸す側っていうかまあそこら辺もなんか結構目が肥えてきてるから検索者ら出てきちゃうから今回はカーシェアっていうところに注目が集まったねあのなんか高級カーシェアねなんかだんだんこうなんだろうちょっと動産に移ってきてる感じですよねうん さらにですね、スカイカーシア、さらに、えー、5社が破綻の見込みということで、また会社が出てきたんで、怪しすぎだろ。どうなのこれ、スカイカーシア事業の中心を担っていた、えー、株式会社セリアス、ね、えー、これ代表のね、上野山さんね、上野山くんが、4社が11月20日、東京地裁に破産を申請した。これとは別に、ね、これとは別に関連会社5社も近く破産を申請する方針になることが、東京商工リサーチの取材で分かったということですね。どんだけ会社持ってたんだよってね、だからみんなも劇場型っていうか、もうみんなマッチポンプだったんじゃないかってね、思いますけどね。うん で、え、破産を予定してるのは、え、株式会社ベレフィット。ね、これ TSR 企業行動って書いてありますけど、これは東京証券リサーチ企業コードのことですかね。ま、多分この東京証券リサーチのホームページで、この番号入れたらなんか出てくるんですかね。ちょっとごめんなさい。わかりません。はい。で、株式会社ベレフィット、株式会社パナセアかな、株式会社 IG オートサービス、株式会社ライズオート、株式会社ラーズとかね、その5社ということです。めちゃくちゃ関連会社あるやんけ。どんだけ会社持ってんの 怖っね。中古車販売や修理、塗装などを手掛けており、いずれも10月上旬にセリアスなど主要企業とともに事業を停止していたと。まあ、いろんな役割があったんでしょうね。うだから。 さっきもあったよね。あの、なんかその、営業する場所、なんかそういう修理をする場所とか、なんかお金を貸す場所とか、なんかよくわかんないけど、いろんな役割があったんでしょうね。多分まあ、そこら辺が全部法をくくり抜けるための、なんかいろんな作戦があるんでしょう、多分ね。うん。で、5社のうち、ベネフィット、IG オートサービス、ライズオートの少なくとも3社がオーナーに対して直接自動車を販売していた。あ、なるほど、そうなんだ。これ自,動自動車販売会社なんだね。だから、そっかいろんな企業が関わってたっていう風に見せたいわけだ。 ああ、なるほどね。まあ、帳簿上っていうか書面上ではね。その、例えばこのベネフィットで、ベネフィットっていう会社は一社だけがガンガンやってたら注目されちゃうけども、いや、いろんな会社がね、車販売してたんですよ、みたいな感じで見せ,な見せたいのかね。ちょっとごめん、広島もそこら辺詳しくないんですけど。関係者は複数のオーナーの証言によると、えベネフィットはえ金融機関から融資を受けて自動車を購入するオーナー、IG オートサービスはオートローン組んだオーナー、など、おおなるほどね。オーナーが受ける融資によって販売会社を使い分けていたと見られる。あ、そうなんだ。なるほどね。 好好好好。Ho, ho, ho, ho. なんかこういうことやると、なんか、い、あの、なんか、どんな意味があるんですかねちょっと、あの、詳しい方はぜひコメント書いてください。ちょっと広しバカなんでね。ちょっと、なかなかこういう仕組みがわかんなくて。で、ベネフィットを通じて自動車を購入したオーナーの中には自動車の現物がないケースもある。<laughs> どういうことなの <laughs> え、また、ライズオートの代表は、ランドカーサービスの営業の名称を持ち、セールスをしていた。はあえー、契約時や納車、その後のオーナーへの配当に関する連絡なども担当していたことから、えー、旧車は実上一体だったようだと、え、いうことで、まあ、旧車が出てきたと。え、スカイカーシア グループついに、えー、この前もね、4社だったんですけど、これね、前回紹介、なんだっけ、あのセリアスとかランドコアサービスとか、アンカーとかね、そこら辺で4社だったんですけど、今回一気に9社になりました。はい。えー、ということで、なんかもうよくわからんなと。なんか、前のね、かぼちゃの馬車事件、あの頃はあのー、シェアハウスだったけど、今回はカーシェアに移ってった。ね、次回はどんなものが出てくるんですかね。本当に皆さんね、あの気をつけましょうね。うん、美味しい話じゃない。あの、前もね、イロシュ言ってんだよ。あのー、最後になるけど、 あの、前の放送でね、いや、これ、こうやってはめようと思ってる人間はあかんと。まあ、もちろんあかんだけど、例えばその、ほら、こんなの、こんなのに投資する奴はバカだと、こういうも投資する奴も投資するやつだよっていう意見を、まあ、ヒロシは否定したんですよ。うん、まあ、いや、わかりますよ。でも、ヒロシはね、わかるんだよ。あのね、こんなのね、ないですよ。こんなのに投資する人はいない。でも、でもですよ。 欲く目が暗なって言われても確かに仕方ない部分あると思う。広ロシはね。こんなのに騙される人が。アホかって思いますよ。確かにね。でも、でもですよ。それでも広ロは言う。こいつらは悪いし、投資した人はかわいそうだと思う。なんでかって、そう言わないと犯人が喜ぶじゃないですか。ね。その犯人がさ、そうですよ、皆さん。私は悪くないんですよ。自己責任なんですよ。こんなアホな投資にね、えー。投資したあの、投資は自己責任ですから。ね。自己責任でフィニッシュです。我々は悪くありません。我々スカイカーシアグループは何にも悪くないんですよ。ええー ええー、えー、皆さんの言うとおりですって言ってる、もうそういう口実を与えるわけじゃん。ムカつくじゃん。なんか <laughs>、なんかこれって犯人が言って、こういう、なんつうの、投資詐欺っていうか、まあこれは投資詐欺とはまだ確定はしてないんですけどね。一応ビジネス上、ね、経営破綻しちゃったっていうことなんですけども、あのー、正直な話、ひろしは、 あの、これでみんなが、こいつら投資した人間が悪いっていう風潮になっていくと、また新たな詐欺が出てくると、ヒロシは思うんですよ。うん。そうだそうだ。結局投資する奴が悪いんだ。欲の川にね、もう欲の川突っ張って、ね、欲に目がくらんだ奴らがこういうアホな案件に投資するんだ。だから投資した人間が悪いんだってなると、本当に悪人が普通にも大手を振って、 ね、もう世間をこう歩き始めちゃうんで「そうだそうだ」っつってあ「投資するやつが悪いんだ」っつってニコニコしながらなんかうまい酒飲んでなんかうまい飯食ってるのが非常にヒロシにとっては飯まずですので。 もうね、あえてですね、やっぱりですね、一番悪いのはね、騙そうとするやつなんで、ちょっとそこら辺はですね、もう最後にね、ちょっと言っておこうかなと思いました。はい。ということで、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。でもしね、あの、チャンネル登録とかね、していただけると、あの、またこのスカイカーシア関連のニュースやっていく励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。どうせまたニュースどんどん出てきますんでね、あのー、このまま持っていきますので、よろしくお願いします。で、あとコメントありましたら、はい、ぜひ書いてください。あの、結構あの、広ロ皆さんのコメント見ながらね、今日参考にさせていただいてますので、えー、もしよかったらどんどん書いてください。あの、ヒロシ盛り上がるの大好きで です。ということで、今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。失礼致します。